3月10日小松川さくらホールで第36回東京大空襲江戸川区犠牲者追悼式が行われました。東京大空襲では江戸川区でも死傷者およそ6600名、罹災者およそ4万名に上る甚大な被害が出ました。この追悼式は空襲で犠牲となった方々を悼み、戦争という過ちを二度と起こさないことを誓うため、大空襲のあった3月10日に毎年行われています。第36回目の追悼式にご参集いただきましてありがとうございます。コロナ禍ということで、この4年間このさくらホールでは開催できなかったわけで、5年ぶりということになりました。第1回の追悼式からいろいろお世話になりました合唱団の皆さん方、そして江戸川区の平和運動センターの皆さん方、そういう方々のおかげでこの運動が続けることができました。平和というのはなかなかね、長く続けることは難しいと思います。ですからこれからどうこの運動を継続させるかということについては、新しい仲間皆さん方を通じてね、運動の継続を図っていきたいなと思います。コロナ禍にあっても慰霊の日を絶やさずに守り続けてこられた世代を結ぶ平和の像の会、楠田会長をはじめ関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。昭和20年3月10日の東京大空襲から今年で79年目を迎えます。ここ平和の像が立つ小松川平井地区一帯も甚大な被害を受け、約800名の方が亡くなったと伝えられております。犠牲となられた方々やご遺族の無念さ、悲しみはいかばかりか計り知れません。江戸川区としても二度と再び戦争の過ちを繰り返さないように、今後とも皆様と共に戦争の記憶と平和の尊さをしっかりと後世に伝えていくことをお誓い申し上げます。東京大空襲により犠牲になられた全ての方々に謹んで哀悼の誠を捧げ、ご冥福をお祈りし追悼の言葉といたします。世代を結ぶ平和の像の会の会長をはじめスタッフの皆さんにはですね、今日の開催のために大変ご苦労されたことと思います。心から謝意を表したいと思います。私どももですね、8月15日、これは終戦記念日でございます、灯籠流しを行いますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。この平和の像の会と一緒で、戦災で犠牲になられた皆さんの供養をするために行っているわけでございます。末永く皆さんのご協力を得まして続けてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。また隣接する小松川さくら公園にある世代を結ぶ平和の像の前には花や折り鶴が捧げられ、訪れた方は犠牲となった方々を悼み、平和への祈りを捧げていました。